ショート劇場、左耳のピアス。二人が出会って二度目の冬が来る。私がバイトしているコンビニに、あの人は昼過ぎ一人で昼食を買いに来る。今日も愛想なしのあの人。茶髪の髪、重い前髪から目元がかすかに見える。菓子パンとコーヒーとタバコ。日焼けした色黒の肌。左耳の金色のフープピアス。あの人はコンビニの隣。ガソリンスタンドで働いている。愛想なしのあの人に、私は片思いをしている。 一緒にバイトを始めた友達は、早々とスタンドの男と付き合っている。私の恋は一向に進まない。話しかける勇気がない。だから、あの人とお揃いに左耳だけピアス穴を開けた。いらっしゃいませ。愛想なしのあの人が目線を上げた。私の左耳のピアスに気づいてくれた。少しだけ時が止まったような感覚。言葉は交わしていない。あの日からあの人は、頭を軽く下げてコンビニを出ていく。 あの人が少しだけ愛想を見せるとき、私の片思いも少しだけ前に進む。ショート劇場。ここから始まる。カズヤが帰ってきたから、久しぶりに集まろう。久しぶりのナミさんからのメッセージ。カズヤと会うのは5年ぶりだ。月日は、私が思うよりも、きっと全てを変えてしまっている。胸が高鳴る。同じ職場で出会った仲間同士。私たちは、朝が来るまで飲んでいた。いくつもの夜を乗り越えていくほど、二人の距離は近くなっていた。 お互い考えていることがわかるほど言えなくなる言葉がある。終わりは突然訪れた。和也が田舎に帰る日仕事を終えて二人過ごした都会の夜景をただ見つめていた。二人過ごした月日が終わりを告げる。あれから環境は変わった。当時の仲間はそれぞれの道で歩き始めた。久しぶりに仲間が集まるネオンきらめく街。久しぶり。元気私は迷わず和也に声をかける。 カズヤはあの頃と同じジンライムを飲んでいた。同じ笑顔で出会えたなら、ここから始まる物語。ショート劇場。人事異動。当たり前が当たり前じゃなくなる日。葛藤か溢れ出す。この職場は長くても5年、通常なら3年で他の店舗へ人事異動が命じられる。あなたと私は出会って2年半。あなたがいることで私は職場に来ることが少し楽しくなった。ただ会えること。それだけで純粋に喜べた。 果てしなく欲が生まれていく頃、意識しすぎて空回り。今思えば、ただ会えば嬉しく感じる時点で人は恋に落ちている気がする。恋心が加速するほど臆病になる。私はあなたに矢を解き放すことができない。どうしてもっと、勇気を出せなかったのだろう。意識せずに気軽に話しかけれたら、私とあなたとの距離は変わっていたのかな。まだ、時間がある。そんな葛藤が私の中で交差する。まだ、二人過ごす時間があるのなら、 少しだけ私に勇気と奇跡を与えてください。あなたを失いたくないから。ショート劇場、年の差。帰り道で偶然見つけた。あなたの後ろ姿。声をかけれる距離だった。今、帰りねえ、これから軽く飲みに行こうよ。あの人の後ろ姿に私は心の中でつぶやいた。背の高いあの人と職場の通路ですれ違う。目と目がかすかに合ってそらして。話しかけたいこと。溢れるほどあるけれど。 何一つ話しかけることができない。話しかけようとすると私の中でささやく。あの人、ずっとずっと年下じゃん。私は年甲斐もなく一回り以上離れている、あの人に恋をしている。二十代の私は自分の気持ちに正直で貪欲に生きていたのに。恋も何度も経験して。あざとく生きてきたのに。今は、ずっと年下のあの人を目の前にすると臆病。嫌われたくない、避けられたくないと思えば、声をかけることさえできない。だけどね。 今、思うの、あの人に。切なさを感じさせてくれてありがとう。この気持ちは、きっと幸せなことだと。ショート劇場、週3回の着信音。今日も一日が終わる午後24時。最寄り駅の帰り道。私のスマホが着信音を響かせる。週3回、毎回決まった時間。相手は、シェフからだ。他店で働きながらも。私とシェフは気が合った。互いにパートナーがいる者同士、マンションにたどり着くまでの家事が。二人きりの時間。 職場を知らないパートナーには、言えない職場の愚痴をシェフは他店で働く私に話す。週3回の愚痴電話が鬱陶しこともある。でも、シェフからの電話を待っている私もいる。時間が合えば、色気ない居酒屋で色のある話題。うち、レスだからさ。じゃあ、うちと同じだね。思わせぶりな視線の先に何かを求め。何もできない二人。少しずつシェフからの着信音が鳴らなくなる。シェフに子供ができたことを社内メールで知った。1ヶ月ぶりのシェフからの着信。 おめでとうよかったね。気まずそうなシェフの声。私は明るく伝えた。心の裏の声。少しだけ強がってみせた深夜の路地。